どうもハピグルメ案内人の淳です。この動画は山形生まれ山形育ちの僕がグルメ観光地を個人的感想を交えながらご紹介する番組になってます。今回は、山形県山形市にあります車屋ラーメン13山形13号店さんにお邪魔したいと思います。こちらのお店さんはですね、ニンニクの効いた濃厚な味噌ラーメンが、まあ、人気のお店なので、今日ねめちゃめちゃ寒いので、味噌ラーメンで温まっていきたいと思います。早速行ってみましょう。
調べてまいりました、感想としましてはですね、あの上に乗ってるネギと、味噌スープの相性は抜群です。ネギはねめちゃめちゃシャキシャキしてて辛みはそんなないんですけどね、味噌スープがすごい濃厚っていうか、もう味噌が濃いっていう感じで、だからあのご飯ともめちゃくちゃ合います。車屋ラーメンさんはですね、全国に150店舗以上ありますので、お近くの車屋ラーメンさんに、ぜひ行ってみてください。美味しいです。これからもどんどん、動画アップしていきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回もごちそうさまでした。もう無理。